はい、フラットチャンネルパパです。今日はですね、白菜キムチと豚こま切れを使って炊飯器でキムチ飯を作りたいと思います。はい、調味料はですね、醤油大さじ1と酒大さじ2です。はい、まずは豚こま切れですね。こちらの方を包丁でカットしていきます。このまま入れるとちょっと食べにくいと思うので、食べやすいように一口サイズと言いますか、細切れをさらにカットします。はい、それではキムチを入れていきたいと思います。多めに入れましょう。でお米は2合炊きなんですが、2合に対して水を 50cc ほど少なめでいきます。であと豚こま切れ肉を 150g 入れます。で軽く混ぜましょう。軽く。はい、次お酒大さじ2です。はい、次醤油大さじ1入れます。これも軽く混ぜましょう。均等になるように軽く混ぜときましょうか。はい、それでは炊きます。普通炊きで炊き上げます。はい、炊けました。オープン。はい、こんな感じですね。かき混ぜましょうか。いい感じじゃないでしょうか。いい色してますね。キムチの色がいい色してます。なじませるとさらに美味しそうになってきましたね、色合いが。あ、ちょうどいい感じです。これお茶碗に盛りましょうか。はい、完成です。このまま食べても美味しいんですが、目玉焼きをのせたりごま油を少し垂らしても美味しいと思います。炊飯器なので簡単にできます。失敗なしですね。味付けも冷めても美味しくいただけます。で今回は炊飯器でキムチ飯作りました。皆さんもぜひお試しください。さようなら。